上原浩二の雑談魂。さあやりますか、上原浩二の雑談魂。それがですね、はい、大変なことが起きてます。何何何雑談魂。どうした？以前もちらっと話題になったかと思うんですけれども、はい、チャンネル登録者の方の男女の割合、はい、9.5、0.5 ぐらいじゃん。まあ、9割ぐらい男性なんじゃないかみたいな話してたじゃないですか、はい、うんうん、で実際ですね、調査したのもしかして、はい、まず上原さん、今まで9割どころじゃないです、男性がおよそ 97.5%、 男子手挙げてありがとうございますそして女性は 2.5% の方が登録してくださ、はい、まあ、女性の、いや、まあ、野球好きの女性の方って感じですかね、はい、女子。いや本当すいません、聞こえてますよ今 2.5% の。どうやったら増えんやろ。それがですね、うん、それがなんと、うん、この12月、はい、異変が起こりました。どないした？男性、はい、およそ 94.8% 減った。あ、ということは女性が増えた。そう、女性が、はい、5.2% まで上昇しました。ありがとうございます。だって 2.5% から 5.2% から、まあ、倍ですよね。倍超えました。ちょっと今考えてんけど、はい、その間何したかなって今ちょっと頭の中でぐるーってきてんけど、この12月思い出してください。ふざけんなよ、もしかして吉野部とか言ったやろな。いや、ふざけんな。吉野部で増えるか。まあね、川崎あの野郎、はい、そして川崎宗則、あ、宗もか、はい、イケメン呼べばええってことかまあもしかしたらですよ、だからそういうことか。もう一イケメンゲストで呼ばせていただいて、数字に変動があれば、まあその説は、おー、そうかそうか、はい、まあそうだったってことになりますね。次なるイケメン、はい、あ、俺浮かんだ今。え、どなたですか？ちょっと岩熊に声かけるわ。おだってクマちゃんもね、どっちかのイケメンって言われてる方でしょ、はい、もうスタイルもシュッとしていて、ね、でもなんかこれって俺が結構へこむパターンじゃないなんでですか、なんでですか。だって吉野部のやる前までは 97.5 が男なったわけでしょ、はい、要するに俺中心なわけじゃないですか。まあ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 、まあ、吉野部が来ました、はい、それが女性が 4% まで増えました。 5%、4%、5%、 5%、 5%、まあ胸とね、はい、でクマちゃん呼びます、はい、それが 7% とかなったら、うん、どんどんどん女性が増えていくってことでしょ、はい、俺ちゃうやんって話やん、まずいやいや、それはあれですよ、うん、上原さんあってのゲストの方、はい、なんかモヤモヤが消えないなもやもやが消えないな、これは。ちょっとなんか、いや、嬉しいよ、増えることは。嬉しいけど、もやもやは消えないよね。そうですか？そういうのってあるよね。まあ、まあまあ、なんか分からなくもないですけど、いや、でも。まあまあまあ、チャンネルで登録数が増えるとかっていうことにつながるんであれば、それはもう嬉しいことですよ。ね、だって、コラボ積極的にやりたいって。やろうやろう、もう。どんどん行こう。だからまあそう攻めよ強いな、なんかちょっと上原さん、やけになってません？やけ払ってません？大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？じゃあそれか、まあ可愛い女性呼ぶとかさ、ほんならまた男性がパッと上がるでしょ。ああ、そうですね、うん、え、ちょっと待って、なんか今のは私がすごく、いやいやいや、そうあれ、そうですよね、私じゃちょっと、うん、マリーちゃんが入って男性がちょっと減ったかもしれない。いやー、うん、ということは、だお互いモヤモヤしながら行こう。やだ、なんか何ですか、お互いモヤモヤしよう。なんかゲストを入れることによって謎の三角関係が生まれるみたいな、何ですかこの恋愛ゲームみたいな感じ。いいんじゃないそれで。やだ、嫌ですよ。待って、まあ、要するに俺らはモヤモヤコンビってことで。確かにそうですねモヤモヤコンビだよ。上に上で上げ上げのはずなんですけどね。そうなんでこんなモヤモヤするの。しゃあないよ、もうこれダブルアップだから。そう、本当ですよ。しかもですよ、だってゲストの方入れて3人だけじゃなくて、だってこれ、うん、視聴者の方あって、チーム雑談魂の皆さんあってだから、うん、四角関係ってことですよ。ややこしくないですか、うん、いやでもスタッフの方は、はい、どっちかというと絶対俺らの味方なわけよ。みんな目そらしたってね、一瞬でなんかあれ、なんで見てくれないの。あかん、ちょっとスタッフ来週帰へん
確かにね、もうちょっと変えよう、そろそろ。そうですね、うん、私たちもね、もう飽きてきた番組のテイストが急にゴロッと変わったら、 それはスタッフさんが変わったっていう証ですね。新しいもん入れていこうそうしないと伸びていかないよ。まあいろいろね、うん、刺激はやっぱりね、そう大事大事、刺激は大事。そうそう、だからやっぱりね、うん、私たち2人だけだとやっぱこうちょっと、うん、もう行き詰まるところがあったかな。うん、まあマンネリってやつですかね。だから吉野部で会った時ちょっとね、マリアちゃん用事でいなかったやんか。だから吉野部がまた輝いてたってことだよなやっぱりあの空気清浄機のようでした。いやでもね、あれを引き出したのは俺やからねいや、わかる？いや、あれは私、うん、いや正直すっごく悔しかったですよ。私も痛かったですよ、うん、痛かったけど、いなくてよかったと思いました。なんで？だって2人だからこそ出る、うん、あまあまあまあ、吉野部が気使わなくてね、周りいいっていうのね。だって多分私いたら吉野部さんきっともうちょっとこういつもテレビで見る感じも、ちょっとかしこまった感じ ねじゃないですか、きっと。だからやっぱり、ね、普段の吉野部っていうのをみんな知らないわけじゃないですか。あ、びっくりしました。あそこまで要するに喋ったり笑ったりっていうの多分あんまり知られてなかったと思うんですよ。そうそうそう、あれがすぐ吉野部やからねでそれを引き出したのは、それを引き出したのが俺やからねそうですよ、ほらそうですよ。だからいや、だから上原ありきの吉野部やったんで、だから結論、そうそう、チャンネル登録者数増えた、女性が増えたのも、うん、まあ、上原さんのおかげということですよ、うん、いやでもそこはちょっとモヤモヤしておかしいな、ちょっと違うわ。 今すごいちゃんと見つかったと思ったのにな。いや違うわ、おかしいだ。ねえねえ、吉野部と今度カード対決やるんですけど、ね、そこでまた吉野部のなんていうの、あの笑顔とか、ああいうのがまた増えると思うんですよ。いや悔しがる吉野部さん見たい。なんかあの落ち込んでる吉野部さんっていうのも、じゃあそうやって思ってる女性の方が、あ、チャンネル登録しようとかなって、それが今 94%、はい、男性が 94.8%、うん、女性 5.2%。多分女性がそう 6% ぐらいいくかな。6はいきそうですね。いきそうやね。いきそうですね。女性株って買っといていい？やってます、ね、上がるかもしれない、取引されてます上がったらすぐ売るってみたいいいな。ごめん、最近ちょっと株やってるからさ全部株に繋がっちゃうのまあでも確かに吉野部さん株はね、本当にすごい勢い。やっぱすげえなあいつな。いややっぱり悔しいな。でも喋りやったら負けへんと思うねんけど喋りイコール女性人気は繋がらんか。いやもう女性、上原さんは、うん、じゃあなんか女性 その人気をこう今後ね、うん、獲得していくためにどういう風になっていこうっていうちょっとプランありますか、ご自身？ないないない。ないですか？そんなもん世の中には男子か女子しかいないわけでしょ、うん、だから男子100でも俺はいいと思ってる、うん、増えればいいだけなるほど、わかる？言ってること、はい、結論増えればいいんだから、結論なんかより多くの方にまあ、そうそうそう、見てもらいたいから、それはだからサラリーマンであろうが高校生であろうが、はい、全部100対0で男でもいいんです、うん、登録者数が増えればいいんです視聴回数が増えればいいんですよ。いや、まあ、でも正しくそう吉野部いや確かにね、もちろんそうですよ、うん、もちろん最終的にはそうですけど、うん、やっぱりある程度ね、うん、まあ戦略じゃないですけど、女性にも見てほしいですよそれは、うん、だから吉野部の笑顔が好きなわけでしょ女性って。だからそれを見たいんであればこれですよこれですよそうですね、はい、あれもクリスマスの時期に出した方が良かったんじゃない？あ、クリスマスプレゼントみたいな感じで吉野部の笑顔みたいな。ああいいですね俺の笑顔じゃダメだ、敬老の日ぐらい俺は敬老の日いや、癒しよね、癒しありますよ、敬老の日ぐらいでも、何ですかね、何が女性な、やっぱりまずそもそも、うん、もちろん野球ファンの方、女性の方増えてきてますけれども、うん、はい、やっぱりね、言ってもまだまだっていうところもありますから、うん、まあそれは ねどうにかして、まあ、女性を増やしたいけど、うん、まあ、どうしても野球に偏るやんか、うん、女性って、うん、やっぱりちょっと野球見てるイメージ俺の中であんまりないから、まだまだやっぱりね増えてきたと思う。今度女性寄りの YouTube 撮るっていうのもありじゃない？と言いますと、だからマリエちゃんがちょっと中心になって何かやるっていうのもありじゃない？だって私何できますか？何したらいいですか？何できんやろ、ね、で、まあ、女性ゲストを一人呼ぶとか
実際本当に それが一番いいと思います、ね、はい、すみません私今脱ぐしか浮かばなかった、うん、ほら俺も言おうとしたけどあそこ、うん、セクハラ封印しましたか。そうそうそう、そこちょっと封印したあら私の方が我慢した我慢したあらあらおかしいな、ねえ、でも女性ゲスト呼んだからって女性が増えるわけじゃないよね。女性ゲスト呼んだら逆に男性の方が行くかもしれないよね、まあ、そうですね、そのだから結局はもうイケメン呼ぶしかないってことだよ。そうですね、まあ、プロ野球界も、ね、たくさん誰があと呼べそう、ハヤトとかもね呼べたらいいんやけどね、それは大変なことになりますよ、まあ、現役選手はちょっとどうなんかなっていうの自分の中であるから、ね、あなんか今日も今来る途中で携帯の記事見てたら、うん、坂本ハヤト国民的ヒーローにっていう記事が上がってて、何それ なんで国民的どこの記事だったのかな、でもなんかまあすごくこうあのヒーローとして盛り上げていこうみたいな。でもそれジャイアンツがやってるからでしょ。これはカットだな。いやそりゃそりゃそうでしょ。12球団で坂本入るとってやらないでしょ。でもそういう。それはしかも今ここ東京やから東京の記事が上がってるだけ。多分関西だったら多分その記事上がってないと思います。私がやっぱり結構あの、はい、ジャイアンツ関連の記事見る機会が多いからですからね。やっぱりね、うん、まあ日テレ系、まあ、あの上原さんに関連した記事を見るから、うん、でも俺だって日テレ系一切出てへんでしょ。まあテレビはそうですよね、うん、読める系も一切出てない、うん、俺はジャイアンツ好きやねんけどさ、うん、ジャイアンツ俺のこと嫌いみたいでさそんなことない、日テレの仕事も一本もないもん。そんなことないですよ、まあ、びっくり、そんなことないです、ここ使えるかどうかわからんけどさ本当にガチで使えないやつかもしれない全部ピーって、うん、まあ使ってくれた方が面白いけどね、うん、すごいピー音いっぱい入れないとちょっとダメかもしれないです、うん、はい、でもな、ね、今日は何この雑談だけでいいの。いやとりあえずなんで、まあ、どうやったら女性の方の登録者が増えるかというのをね、うん、まあだからもうそれはもう証明できたじゃないですか。というイケメン呼べと、もう結論、結論そこでしょ。いいんですか。いやしゃあないでしょ。いいんですか、うん、いいんですか、うん、上原じゃない、もやもやしてないよ、吉野部だというのが分かったんで、もやもやしてないですか。いやしてるよそらしてるでしょ、うん、そらしゃあないで、複雑です、ね、世の中そんなもんやって、そうですね、現実を受け入れないと、うんうん、ちなみにコメントでは二岡さんを希望する。ああ二岡さん、ああ二位ね、あいや二位呼ぶこともあるよね、それは全然、うん、だって同期入団だし、うんうん、俺も二位とも合ってないもんな全然。あ、うん、そうですか、いつぐらい、うん、いつからでも何年、4年5年ぐらい会ってないんじゃない。え、そんなにですか。ああでもあれだ、あいつコーチだったんだ、うん、あそうかそうか、そうか18年そうだ、でもそんなになかなか喋ることなかったってことですよね。やっぱり選手とコーチで、まあそうですね、年下とかまあまあそうだけどやっぱり上司になるわけですから、まあ、コーチ監督っていうのは、まあ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 、ちょっとね一緒になんかご飯行くとかっていうのは一切なかったし、あ、うん、やっぱ距離が、うん、もし久しぶりに二岡さんと喋るとしたら、いつもだから二岡が隣に通ったらこうケツ俺がパンって二岡がこうコーチって言うから、で俺もこうやって俺コーチって言って やってるじゃないですか上原さん。それ今上司だからって話したのに全然上司として二岡さんのこと扱ってない、はい、まあ、そういう絡みはしてたけど、はい、いやー上原さんはきっとお子さんの時からそういう感じだったんでしょうね、うん、まあみんなでね楽しく明るく、うん、 そうですね、それが一番ですよ、はい、じゃあ楽しく明るくイケメンわんさか呼ぶ。で俺もね色紙なんか一言書いてくださいってやったら書くことが3つぐらいあるのね、うん、だから雑草魂ってまあ書くとかあるじゃないですか、はいはい、雑草魂、うん、それはまあ書いてくださいって言われたら書くし、うん、なんか好きな言葉書いてくださいって言ったら明るく楽しくって書くことが多いんですよ。へえ、なんかあの小学校に貼ってあるような、うん、そういうことを書くことですね、まあ、あとは我慢ですね、この3つぐらいかな。はあ、うん、なんかまあ我慢と雑草魂はすごくすぐなんかリンクする気がするんですけど、うん、明るく楽しくと我慢っていうのがまたなんかこうちょっと対極にある感じがして、我慢すれば明るく楽しくできることもあるっていうことです、うん、だから結果を残すためにその例えば遊びに行く、夜食事行った後にどっか飲みに行く、それを我慢することによって野球の結果が出れば明るく楽しく過ごせるっていうね、そういう意味で、あ、遊ぶことっていうのは引退してからでもなんぼでもできるんですよ。でも現役中しかできないことってめちゃくちゃあるわけですよ、まあ、練習にしてもそう、結果を残すことにしてもそう、それは現役中しかできないことなんで今我慢しろと現役の選手には言いたいですよね。
で終わってからなんぼでも遊べるからと、うん、あちょっと真面目な話してもうたちょっとねさっきまで吉野部さんに対してすごくモヤモヤしてたあれ何やろこれ同一人物とは思えないちょっと今ちょっと針がすごい動いたねあの私も心をどこに持っていっていいか分かんなかったです、うんうんうん、俺も何喋ってんだろう素直にいい話として受け止めていいものなのかっていう。いや受け入れてよいいんですか、うん、そこはいいんですね。そこ入れてじゃあまあね、はい、こうやって上原さんのいいお話をこう取り込みつつも、うんまあ、イケメンゲストさんも積極的に、ねはいはい、取り入れて、うん、そしてし、まあ、女性ファンも、まあうん、だけじゃなくて、まあ、男性ファンの、うん、ね、もちろんもちろんそれは、はい、一気に、うん、やっていきましょう、はい、この格好を見て本当に解説するみたいな別に合わせたわけじゃないけどそうそう合わせたわけじゃないあっ、よしよし、一個ちょっとそわそわするのかえ、まあ、まだしないまだしないまだしないちょっと球数多いなあーおっいやービシエドありがとうボソッと言うね、うん、初級スクイズ初級スクイズ初級スクイズいけスクイズスクイズバカやスクイズど真ん中やんけおいドカーンだよこれおい吉田君助けんなよ吉田君あおなんで